簡単に言っちゃうと、まず上半身だけ足を入れるとね、難しくなるんで、まずは自分の描く絵のサイズを決めましょうって話しましたね。これが上半身のサイズだとして、また下までのね。で、だいたい何等身ぐらいかな、3等身半ぐらいですかね、日本人で言ったらね。3等身になっちゃったまあいっか。これが薄いと よく言われるんで、薄いんですけど、薄くしとかないとな、後で困っちゃうんだよな。じゃあちょっと緑で濃く描きましょうか。緑でちょっと濃く描きましょう。描いたらここに、頭、だいぶでかいな、これ頭な。もうちょっと小さくしよう。ね。で、まず、体の流れを書いて、ね。肩の傾きと腰の傾きをだいたい書きますね。そして、ね。胸郭と骨盤を台形の形で、捉えましょうというお話をしましたね。で、まあ顔はせいぜい方向がわかるぐらいね、書いておいてあげればいいかなという。で、まあ余裕があればここにね、こういう感じでパンツのラインを入れてあげてね。まあ足も、足先まで入れると地面に足つくのって結構意外と難しかったりするんで、最初はね、まあこのぐらいまでざっくり描きましょうというお話をしましたね。で、まあ余裕があればここに腕をまあ描いといてあげるのもいいんじゃないでしょうかっていう。こうかな。もうちょっとだから、こうするんだったらもうちょっと足内側に入れとこうかね。これがまあざっくり言うと最初のステップとして、書きましょうというお話はしましたね。で、じゃあこの次のステップに行くためにはっていう話なんですけど、こっからまあ要は人をちゃんとね、完成させるためにはっていう話なんですけど、まあまずこの単純な台形の形って何を表してるのかっていうのをちょっとざっくり学んでおきましょうか。まず頭ね、頭の四角ね。これ僕よくさ、こうやって頭をさ四角く描いてさ、だいたい目の点を打っといてさね、顔ですっていうさ表現するじゃないですかね。もうちょっとだからさ、コメントで顔のディティールもうちょっと描いてよみたいな、アメリカの方か英語圏の方からコメントをいただきましたけど、まあ確かにこれじゃあね、なんだかわからないと頭が。まあでも方向はわかるでしょ、なんとなく。これでさ、どっち向いてるかっていうのはわかるじゃないですか。こうすればさ、ほらね、こうだし、同じようなさ向きでもさね、同じような四角でも今度こうしてみましょうか。こうしたらどうです、これ。この目の点の違いだけで煽りと俯瞰が書き分けられるというね、便利な四角なんですけどまあまあでもこれだけじゃね、さすがにちょっとね、あれなんで。なぜ僕がこうやって顔を四角で書くかっていうとですね、こういうことなんですよ。ここに脳頭蓋ね、頭蓋骨がありまして、ここに顎の骨が入ってますと。こういうことを表してるんですね、この四角はね。で、この球体の真ん中を通るところね、があるじゃないですか。ここが眉間の位置になるでしょ。もうちょっと寄りましょうか。で、ここ耳ね、ここに首で、ここ鼻の位置ね、そしてここが目の位置と。こういう考え方なんですね。
もうちょっと顎こっちでもよかったか。うん、この頭のいつも単純に書いてるこれはね、つまりこういうことなんですよ。お分かりいただけましたかね。じゃあ体、体の方はね、じゃあどうなってんだということなんですけど、この体の台形あるじゃないですか。いつも書くこの台形ね、この台形あるでしょ。これはですね、ここになぜ台形で書くかっていうとですね、まずここに人間は胸郭が入ってますね。こういう感じで胸郭ね、ここに肺なり心臓なり大事な臓器を守るための骨がねあるわけです。そしてここに鎖骨ねがあって、後ろ側は肩甲骨があるんですけど、これ前前面なんでちょっと見えない。そしてここにね、上腕骨、腕の骨のボールのジョイントがありますね。そして腕がこう生えてるとね。半身の大きな骨ってこんな感じじゃないですか。そしてこの腕の上腕骨の付け根から大胸筋がこういう感じで生えている。背中の方は上腕骨に向かって広背筋のシルエットがね出るでしょうと。で首は胸鎖乳突筋、そして後ろは僧帽筋のラインで、肩に三角筋で、まあ上腕の二頭筋と三頭筋という流れになるんですよ。そうするとですね、ね、本来ならこのめんどくさい筋肉群と骨格を覚えた方がいいっていうか、まあ覚えなきゃいけないところなんですけど、この形ね、どうですか？よく見るとね、ほらこういう台形になってますよね。ね、なのでこの台形っていうのは、そしてまあだいたい台形の付け根あたりからほら上腕って出てるでしょ、この辺からね、これを表してるんですね。単純な形で捉えましょうというお話なんですよ。じゃあ上半身は分かったと。じゃあ下の台形はどうなってんだっていう話がありますね。こうした時にですよね、この骨盤周りは一体どうなってんだというお話もありますがですね、これはですね、まあ一緒ですね。皆さんこの辺に骨盤の出っ張りありますよね。こうかな、だからこうなるかな。うん、あんまりでもリアルに考えてもしょうがないんですけどね。で、ここがこうなってんのね。はいはいはい。なるほど。こうつながってんのね。そして、ここにこういう風になってんのね。こっち側が、あれですよね。尾底骨の方、仙骨とか、尾底骨の方になるんだよね。本来なら骨盤って入ってるんですけど、ね。これに、ここに、大腿骨があると。ね。でも、いちいちこれ考えながら書くのってめんどくさいじゃないですか。で、じゃあ一番出っ張ってるポイントはどこかっていうと、ここですよね。一番出っ張ってるポイント。出っ張ってるポイント。ね、ここ。じゃあ繋いであげると、どうですか？ね。こういう台形になるわけですね。そして足の付け根はここで、足のラインっていうのはで、こっから足の筋肉は腸腰筋かな、腸腰筋、足を上げる筋肉ね、多分この辺から出てたはずなんですけど、がこう出てるとね、こっからついてるんでね、筋肉がこうついてますというのを考えると、やっぱりこれですよね。この単純な形が理にかなってるんじゃないかなというお話になるわけですよ。まあまあ、なのでこれね、向きが変わるとちょっと分かんなくなっちゃうよっていう人も多いと思うんですけど、これは向きを変えるにはこの台形を立体で考える必要があるんですね。この台形
だけで考えるんですね。骨盤周りだったら、これ横から見た時、骨盤ね、やや前傾したこういう形に、で前も話しましたけど、ここに足の付け根があって、こういう形で足が入っているとね。ちょっと足太いかもしれないけど、まあ、こういう球体でもいいですけど、うん。でここにお腹があると、で上が入ってるでしょ。まあこれを踏まえてですよね、正面と横の立体が分かれば、3面3なんていうのこれから立体は起こせると思うんで、これ前も骨盤周りの動画でお話しましたけど、これにね、まずはお話、前の動画を見てもらえれば分かると思いますけど、まずはなんでこの台形をいろいろね、かけるようにしてほしいと。というのを踏まえてですね、じゃあここからどうやってキャラクターを乗せていくのかっていうのを考えてみましょうかね、皆さんで。まあ大きさを決めてね、半分かな、これ大体半分。人間はでも股下のが短いんで、半分より本当はちょっと下の位置ぐらいに股下を取ってあげた方がいいですね。そして八頭身にするんだったら、この上を4分割ね、まあ4分割になってないか。で7頭身にするんだったら、1、2、1、2、3.5 分割ぐらいで、6頭身にするんだったら3分割ぐらい、 6.5 頭身ぐらいのね、6頭身よりちょっと上ぐらいの頭身にしておきましょうかね、という感じでね、考えるわけですね。台形、だいたいね、ここの台形と台形の幅、手1個分ぐらい、手の指ね、4本指が入るぐらいは開けとくといいかな。まあそれは自分で触ってみてね、確認してみてください。これで下地ができましたね。これを描く時のポイントとしてはですね、まあ最初はまっすぐな円柱で全然いいんですけど、リズムとフォースっていうお話がですね、まあ詳しくはそういう本が出てるんで買ってもらいたいんですけど、それを入れるんですね。これにね、こういうシンメトリーなライン、こういうシンメトリーなラインを使うと流れが悪くなるんで、直線と曲線を組み合わせるとかね、曲線まっすぐ直線みたいなのを組み合わせるとかね、膨らんだ曲線とまっすぐまっすぐを組み合わせるとか、とにかくシンメトリーになら、左右対称にならないようなアウトラインを意識しましょうっていうお話ですね。で人間の骨格っていうのは、だいたいどこが膨らんでどこがへこむっていうのは決まってるんで、それを意識しないと いけないっていうか、それをまあ意識できればしてほしいんですけど、まあここでは別にそんなに気にしないでいいです。なるべく、特にアニメだったら勢いっていうか、アウトラインのリズムが重視されるようになってきちゃうんでね、まあ胴体だったらね、大胸筋、胸のラインが、こっちがこういうラインで書くんだったら、こっちはこういうラインで書いた方がいい。で骨盤があるでしょね。そして足もこっちをこうするんだったら、こっちは直線にしてあげるとかさ。で、ふくらはぎ、こうするんだったら、こう、こう、みたいな感じで書いてあげるとかさ。ね。で、つま先。で、腕も、こっちが直線にしちゃってあげて、こっちに、こういうふくらみをちょっとつけてあげるぐらい。髪の毛はどうしましょうかとかさ。そういうのは、もう、皆様のご自由に、してくださいということなので、僕はだいたい
書きやすいのでお団子にしちゃいますけど、書きやすいね、なんせね、こうやって書くわけですよ。ね、あとはまあ飾り付けもするんだったらしてもらいたい。はい、まあこういう感じで完成しましたね。